皆さん、こんにちは。お元気でしたか？いやー、ゆっくり第2章の10分解説、評判悪かったですねー。びっくりするほど、痛かったですー。やっぱり、10分だと割愛しなくちゃいけない部分もいっぱいあったし、伝えきれませんよねー。いやー、参った。参った。そこで、私はいろいろな解説者さんの動画を見ていたのですよ。そこで気づきました。昔に戻れ。はい。そうですよねー。いくら、ディスコメが流れたとしても、自分を貫き通せばよかったんですよねー。でも、気づかなかった。はぁー。おい、来たぜ。わかってるわよ。また、来たのね、あんた。なんだか、今日のお前はへこんでるんだぜ。そうなのよ。ゆっくり第2章が完全なる失敗作に終わってしまって、この先どうしていこうか、悩んでたわけですよ。中学生の歴史の教科書まで読み込んでね。教科書なのぜ、あれは、きついなだろうなのぜ。うん。全然、面白くなかった。で、今回の動画のタイトルは、尾形公案、になってるわけだが、やる気を取り戻せたのか。いやー、まだまだなのですよ。私の場合、台本を作ってからの動画作成になるんだけど、その台本作りに2週間費やしてるわけでして。リサーチとかになのぜ。違うわよ。リサーチとは別にね。動画の構成とか、いろいろ考えることは多いわけで。お前、考えすぎなのぜ。自分がこの人面白いなーって思ったら、面白い部分を強調して書き出せばいいのぜ。あんた、軽く言ってくれるわね。で、第2章はどうするのぜ。なかったことに。はぁ？なかったことに。まあ、切り替えも必要なのぜ。でも、3回で終わっちまうのかよ。うん、人間、何事も切り替えは大事なのよん。ってなことで、言い訳はこのぐらいにしておくわん。てへ。さてさて、今日は尾形公案の解説をしていくわよ。お前、なんで尾形公案にしたのぜ。ほら、最近コロナが流行ってるでしょ。とっくの昔から流行ってるのぜ。今さら感半端ないのぜ。まあね。実は、江戸時代にも、西洋からわけのわからん伝染病が流行ったのよ。伝染病。そう。昔は、コロリという名前。まあ、これらのことね。おう。聞いたことあるのぜ。コロリ、の呼び名は簡単に倒れてしまうっていうことで、そう名付けられたそうよ。それは、怖いのぜ。じゃあ、早速解説を始めるわ。尾形公案は、1810年8月13日に生まれ、1863年7月25日に逝去した、江戸時代後期の武士、足盛藩士、医師、蘭学者。もともと岡山の人で、父親が蔵役人だったのよ。公案は、大阪に適塾、大阪大学の前身、を開き、人材を育てたわ。また、天然痘治療に貢献し、日本の近代医学の祖と言われる人なのよね。ほう。公案のお父さんは、武士といえど、身分は低かったのよ。公案の長兄は夭折していたので、次兄が後継ぎになったわ。この次兄が健康かつ文武両道で、いかにも武家の後継ぎらしい人だったのよ。他にもお姉さんが一人いて、和歌を得意としており、公案にも素養があったのね。でも、公案は虚弱体質で病気がちだったのよ。気管支炎持ちだったというわ。さらに、8歳の時に、天然痘にもかかったわ。普通、武士の子は武士になるんだけど、あまりに体が弱かったから、公案は、医学の道に進むことにしたわ。当時の武士は、結構貧しい人が多かったのよね。藩自体も貧しかったから、藩校や私塾が機能していないところが多かったの。でも、公案は読み書きを、父や兄から学び、漢書も読めるようになったわ。公案が13歳の時に、長崎にシーボルトが来日して、西洋医学の噂が飛んできたわ。身の振り方を考えていた公案は、
16歳で元服して、中天佑塾に入門したの。中天佑塾って、何なのぜ？中天佑って人が開いていた私塾よ。中天佑って、有名なのぜ。いや、今の知名度は。でっても、当時は有名だったわ。その中天佑塾で公安は、4年の間、蘭学。特に医術を学んでいるわ。公安はその後、江戸にも留学したわ。そこでも、さらなる医術を学んだのよね。それから、長崎にも行ってるわ。出島のオランダ人医師のニーマンから医学を学ぶの。この頃から、公安と名乗るようになったわ。おいおい。貧乏武士のせがれが、よく江戸やら長崎やらに留学できるな、のぜ。実は、超貧乏だったのよ。だから、内職をして学費を稼いだわ。内職って何してたんだぜ。翻訳や、祈願作りの内職をしていたそうよ。で、公安は28歳で、大阪に戻って、本格的な医者になったわ。さらに、中天佑塾での先輩の娘の八重さんと結婚したの。この八重さんとの間に六男七女を設けているわ。さらにさらに、適塾を開いたわ。この適塾は、門下生が増える一方で、とても評判が良かったのよ。何せ、公安は開業して次の年に、大阪の医師番付で前頭、と評価されてたぐらいなのよ。だから、7年後には手狭になってしまったので商家を購入して、移転までしているわ。現在残ってる適塾はこの商家を改造したものね。適塾では、階級があって、蘭学の理解度によって上がっていったわ。階級が上がると、塾の中でより良い場所が使えるので、塾生はやる気を出したわ。この適塾では、福沢諭吉、大鳥圭介、橋本早苗、大村益次郎など、幕末から明治維新にかけて活躍した多くの人材を輩出したのね。おお、結構な顔ぶれだぜ。適塾での蘭学の勉強。まずオランダ語の勉強から始まるの。医学は教えないのぜ。そうなのよ。まずは、オランダ語をきっちり覚えることから始まるの。そうなのかよ、相当時間かかるのぜ。そうなのよ。だから、貧乏で、すぐ医師として身を立てなくちゃならない人は、公安に頼んで、別の塾を紹介してもらうこともあったわ。話を戻すわね。当時はまだ、西洋医学に対する偏見が強かったから、かなり罵倒されることも多かったのよ。でも、ほとんどの卒業生は、ふるさとに帰って開業医になったわ。公安は卒業生ともよく手紙のやり取りをして、治療方針の相談や近況報告などもし合ってたのよね。公安は、温厚な人柄で知られていたので、塾生を叱責する場合も、微笑んで諭していたのよ。むしろ日頃から塾生があれこれやっても公安が何も言わないので、先生が微笑んでいる時の方が怖かった、と思われていたらしいわ。それも、なかなか怖いのぜ。さてさて、公安が40歳になるあたりから、英語の必要性が増してきて、英語を適塾のカリキュラムに取り入れるようになったわ。公安先生は、誰から英語を習ったのぜ。門下生に本を貸してもらって独学したらしいわ。すごいのぜ。本で英語を覚えたのぜ。また、佐賀藩から私塔を入手し、大阪で女刀館という接種施設を作ったわ。私塔って何なのぜ。天然痘のワクチンのようなものよ。はじめは、私塔は牛から作っているから、打たれる投資になってしまう、というデマが広がってしまったので、なかなか順調には広まらなかったわ。でもね、治療費を取らずに努力した結果、接種人数が増えていったの。打たれると牛になるってのは、斬新な発想だぜ。まあ、当時は狐付きだの妖怪がまかり通っていた時代だったからね。そして、うまくいき始めたんだけど、今度は偽業者が現れたり、災難が続いたわ。で、どうしたのぜ。公安はめげずに幕府に掛け合って、地頭館だけを公認の私塔接種所にしてもらったわ。お墨付きをもらったってわけなのぜ。その上、幕府は公安に奥医師と西洋医学所頭取という職務を与えたわ。すげえなぁ、おい。
でもね、公安は本当は江戸に行きたくなかったのよ。なんでだぜ。だって、大阪に住み慣れてたわけだし、しがらみのない大阪という場所で、町民の診療をしながら、時にバカ話をしたり、酒を飲み、適塾で若者を育成するということに大満足してたのよ。でも結局は、江戸に行ったわけだろ。何せ、当時、乱暴医の第一人者、伊藤玄朴先生から熱烈な手紙が3通も来ちゃったのよ。最終的には幕府からも来ちゃうしね。行くしかなくなったってわけなのぜ。そして、公安は江戸へと旅立ったわ。しかーし、その翌年、突如の喀血による窒息で亡くなっちゃうのよね。今でいう肺結核ね。江戸の暮らしに相当なストレスを感じていたらしいわ。そして、そもそもの気管支炎持ちでしょ。だから、死因は心因と言っても過言ではないのよ。あちゃー。あちゃー。お前は、乗っからなくていいのぜ。いやー、たまにはいいかなって。てへ。お前のてへっは、可愛くないのぜ。まあ、今日はこの辺にしておくわ。復活一発目だしね。じゃあねー。おーい、マジかよ。原始人ダイエット。Thank you.